When your daughter comes to you and says, Mom, I fell in love. She'll say, it's not what you had in mind, but this girl, she is the one. I know I was taught to be good in every way. And Mom, this doesn't change, even when I say. はい、どうも TM ラジオです。今なんと韓国ソウルにいます。本日はカロスキルでショッピングをしていきたいと思います。今12時半で、まず最初にカフェに行こうと思います。で、今泊まってるホテルがアンテルームという以前動画で紹介したホテルになります。19階にはルーフトップもあっておすすめなので、もし気になった方はそちらの動画を見てくれると嬉しいです。まずカフェに行く前に古着屋さんを少し見ていきたいと思います。日本のと同じかわからないんですけど、なんとカロスキルにもセカンドストリートがあります。1階と B1 があって、 B1 がメンズだけのフロアになっています。で、ここの B1 の階がなんとクローズしてました。オープンは12時というふうに書いてあったんですけど、前の日にも挑戦してみたんですけど、やっぱり開いてませんでした。ですが、揃っている商品は結構レアなものまであるので、まあ、掘り出し物を探していきたい人はおすすめです。で、ちなみに前に行った時の映像はこんな感じです。スニーカーの種類も豊富で、ハイブランドも置いてあります。ですが、やっぱりあまりにも安いのだとフェイクなども置いてあったりしたので、そこは注意です。で、本日選んだカフェはここのローワイドカフェになります。ソンスにもある人気なカフェで、バックジョン付近に新しい店舗ができたので行ってみました。Outside.中はすごく広々してて、2階もあります。今自分が食べてるのが1階のカウンター席になります。スープセットが15,000、アメリカーノが5,000ウォン、合計で2万ウォンでした。スープはすごくパンも美味しくて、出来たてだったので、サンドイッチのクロワッサンもすごくサクサクで美味しかったです。ぜひ次は他のパンを食べてみたいです。ランチをした後はまたカラスキルの方に戻って、まずは A ランドに行きたいと思います。 A ランドはミョンドにもあるお店です。ですが、自分はここのカロスキルの店舗が一番好きです。すごく広々してて、一番下の階にはメンズだけのコーナーがあって、ブランドの数もすごく豊富なので、ほぼ欲しいものは全部見つかっている感じです。ブランドごとに分かれているので、すごく見やすかったです。This place is pretty huge. There's these sections, and there's more.
And these are all different brands. で、今回試着したのがこんな感じ。冬服がなかったのでいろいろ見ましたが、結局セーター3個になっちゃいました。I'm gonna buy this sweater. It's very pretty. So this is a street where Gentle Monster and like other places are located. This is also a famous select shop. There's a bigger one in Hakujon, but this is Magazine. I don't know what that means, but so.These are 40% off. Don't look at me like that. Then try to act like you ain't going crazy for me, baby, you can't. I'm fighting all my feelings, but it's hard to get you out of my head. And I should know that it's time to let you go.I bought some hand cream. Now heading to Gentle Monster. Oh, she's a Japanese actor. Is it me or your vision?Door whipping, I could treat you right, girl. Show you what you're missing. Looking in your eyes, I see nothing but nirvana. I will make you mine, but only if you want. Starting to question if leaving will lessen it. Breaking my heart, babe, a lesson I guess it is. I found where your venom is. Your lips are a death wish. はい、今ジェントルモンスターを見てきて、なんとマルジェラのコラボが売ってたんですけど、全てソールドアウトで何も買えませんでした。そしてお次紹介するのがここのマドレーヌ専門店です。エトイールって読むか分かんないんですけど、本当に美味しいので、ね、毎回ソウルに行くたびにエトイールのマドレーヌを買って帰ります。他にも見たいお店はいっぱいありましたが、並んでたのでその日は諦めました。Wanted to go here too, but there's a line. On the spot というスニーカーショップも発見。 On the spot も他の店舗もあると思います。日本でいうアトモスみたいな感じだと思います。でちなみにアトモスもあります。スニーカーショップを見た後は、目の前にあるソウルフォレストという前から行ってみたかったカフェに入りました。お店の中には大きなクリスマスツリーがあったり、なんとここはアートギャラリーみたいなスペースがあり、そこでも食事ができます。今回オーダーしたのはビスコフラテ、値段が9500ウォンだったかな。少しお高めですが美味しかったです。お茶をした後は念願のアーダーエラーに行ってみました。前から気になっていたので入れてよかったです。お店の中はザ・韓国というレイアウトで、すごく面白かったです。 There's a clothing outside too. There's one 1350.I think this is the cafe. Tongue Planet.
そしてここの店舗は1階入ると外に出るためにはエレベーターで下まで降りないと外に出れないので、そこは注意です。ルーフトップの景色もナムサンタワーが見れたり、すごく良かったです。ダスティタワー、ナムサンタワー、I think Five already. Good shopping. そしてここのお店の1階にはシンプルなストアも入ってました。アクセサリーやシンプルティー、ミニバッグなども置いてありました。$70 Apple AirPods Max。 そしてなんと奥に行くと、なんて言うんですかね、これ噴水みたいのがあってびっくりしました。お店の中にこれを作っちゃうっていうのが日本ではなかなか見ない光景なのでびっくりしました。iPhone の充電がなくなっちゃったので Day 2に続きます。ホテルの近くで見つけたここのバナプレスというコーヒーのチェーン店を見つけたので毎朝ここに買いに来てます。値段もお手頃でアメリカーノとかで1800ウォンでした。そしてコーヒーを買ったら本日も古着屋を見に来ました。まず1店舗目はメイン通りにあるバルバルヴィンテージに入ってみました。お店は思っていた以上に広くて、ラルフローレンやメンズのものが多く置いておりました。置いているものも一世三宅のスポーツやハイスポーツのスウェットなども見つけられたので良かったです。残念ながらサイズが合わなかったんですけど、値段も今着てる RS のボンバージャケットで207,000ウォンでした。状態もあれですが、そこまで値段設定は高くないお店だと思います。一世三宅以外にも今着てるステューシーのパーカーは73,000ウォンでした。他にもキャピタルやハイブランドノースペースやヴィンテージのナイキの時計なども豊富に置いてあります。そしてちなみにハイのスウェットは187,000ウォンでした。そしてこの日もセカンドストリートを見てみたんですけど、やっぱり閉まってました。そしてお次はフットロッカーに行きたいと思います。撮影した日が11月11日、日本でいうポッキーデーみたいな日だったんですけど、なんと全てのエアフォースワンが 11% でした。なのでもしディスカウントが欲しい方は11月11日ら辺に行ったらお安く買えます。そしてこれが先ほど買ったマドレーヌです。一番人気はシトラス味なんですけど、今回は柚子味とほうじ茶味を購入してみました。以前は抹茶味を食べたことあるんですけど、まあ個人的には抹茶の方がおすすめです。柚子もやっぱりシトラス味には負けちゃう感じでした。 I think this one's a yuzu and I try the ほうじ茶。 It's like pretty huge。 最後までご視聴ありがとうございます。もしこの動画がいいねと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。インスタグラムもぜひチェック。それではまた。